つるっとした喉越しの本格さぬきうどん。おいしい和食が食べたい。続いては掛川市2棟の住宅街に店を構えるさぬきうどん名古屋。本場香川で修行したご主人が9年前に自宅を改装して開いたさぬきうどん専門店です。一押しは大きいエビ天が目を引く大エビ天おろし。ぶっかけおろしにですね、まあブラックタイガーなんですが、サイズとしては重さ的に言うと45グラムの重さがあるので、通常のエビが20から30ぐらいが多い中で45っていう数字はちょっと大きいとは思うんですが、自家製麺は少し細めに仕上げています。さぬきの夢をベースにして、あとさぬきうどん麺用庫っていうのがあって、それをブレンドで打ってうどんにしています。少し甘めのつゆにもこだわり満載。いぶきのいりこをベースにして、サバ、ウルメ、あとソーダガツオで、最後に枕崎のカツオ節ですね。一晩寝かせて熟成させた麺は弾力も抜群です。熟成させることによって水がしっかり回るのと、もっちり感は通常に切ってしまうよりは出ると思います。大エビは大豆しらしめ湯で香ばしくカラッと揚げます。箸で持てばずっしりとした重さ、エビの甘みとプリプリ感を存分に堪能できます。これからの時期におすすめのひやひやうどん。冷たいつゆに冷たいうどんで食べていただくって形です。ひやひやの場合が一番出汁感は感じると思います。冷水でキリッと締めたうどんに冷たいおつゆがよく絡みます。出汁の旨味が後を引く美味しさです。赤天は香川ではエビ天とも呼ばれるソウルフード。スケソウダラをミンチにしたものと絞り豆腐と、エビのミンチにしたものを混ぜたものを天ぷら油で揚げたやつだからエビ天っていう。エビの殻ごと練り込んだ赤い身は旨味たっぷりです。そしてこちらは新メニューのお茶うどん。地元のお茶を使って何かできないかなって思って、世界農業者っていうのがあって、その登録された静岡の茶草場農法っていう農法の農園で作っている一番ランクの上の茶葉を、掛川でいう東山地区のお茶がメインですね、はい、深蒸し茶を練り込んだうどん、つゆにつけていただくと出汁の香りとお茶の風味が鼻を抜けていきますよ。こだわりのさぬきうどんが堪能できる名古屋です。